皆さんこんにちは。ポジティブジャーニーへようこそ。今日は結婚の極意ともに歩む結婚生活で大切にすべきことというテーマでお話しします。結婚生活を成功させるための信頼、コミュニケーション、共通の目標などについて詳しく解説します。あなたの経験や意見をコメントで教えてください。それでは早速始めましょう。パート1、信頼と尊敬の基盤。結婚生活において信頼と尊敬は欠かせない要素です。信頼を築くためにはまず約束を守ることが大切です。例えば小さな約束でも守ることで相手に対する信頼感が高まります。また正直であることも信頼を築く上で重要です。何か問題があれば隠さずに率直に話し合うことが大切です。尊敬を示すためには日常の小さな行動が重要です。例えば相手の意見を尊重し感謝の気持ちを言葉や行動で示すことが大切です。パートに効果的なコミュニケーション。良好なコミュニケーションは結婚生活を支える基盤です。効果的なコミュニケーションにはリスニングスキルが不可欠です。アクティブリスニングを実践することで相手の話に真剣に耳を傾けることができます。具体的には相手の話を遮らずに聞き、共感を示すフィードバックを返すことが重要です。また非言語コミュニケーションも重要な役割を果たします。表情やジェスチャー、ボディランゲージを活用して相手に対する関心や理解を示すことが大切です。パート3、共通の目標と価値観。夫婦が共通の目標や価値観を持つことは結婚生活の安定に寄与します。共通の目標を設定することで2人が同じ方向に向かって努力することができます。例えば家を購入する、旅行に行く、子供を育てるなどの目標を共有することが挙げられます。また価値観のすり合わせも重要です。価値観が異なる場合は互いに妥協しながら共通の価値観を見つけることが必要です。これにより夫婦間の理解と絆が深まります。パート4、時間の共有と個別の時間。夫婦で過ごす時間と個人の時間のバランスを取ることは健全な結婚生活において重要です。共同の活動を楽しむことで2人の絆が強まります。例えば一緒に趣味を楽しんだり旅行に行ったりすることが挙げられます。一方で個別の時間も大切です。それぞれが自分の時間を持つことでリフレッシュし個々の成長を促すことができます。バランスを取ることでお互いの独立性と協力が両立できます。パート5、感情のサポートと理解。結婚生活において相手の感情を理解しサポートすることは非常に重要です。感情的なサポートを提供するためにはまず相手の感情に共感することが大切です。相手が悲しんでいる時は励ましの言葉をかけたりそばに寄り添ったりすることが効果的です。またストレス管理の方法を共有することでお互いの感情的な負担を軽減することができます。これにより夫婦間の信頼と理解が深まります。パート6、コンフリクトと解決策。夫婦間でのコンフリクトは避けられないものですが建設的に解決することが重要です。冷静な話し合いを通じて相手の意見や感情を理解し妥協点を見つけることが大切です。具体的には感情的にならずに相手の話を聞き自分の意見を明確に伝えることが重要です。またコンフリクトを解決することで得られる関係の強化と成長も重要です。これにより夫婦間の絆がより強固になります。今日は結婚の極意ともに歩む結婚生活で大切にすべきことについて詳しくお話ししました。信頼、コミュニケーション、共通の目標、感情のサポート、そしてコンフリクトの解決策についての具体的なアドバイスを提供しました。ぜひこれらのポイントを実生活に取り入れて健全で幸せな結婚生活を築いてください。今後もこのような動画を投稿していきますので、いいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。